どうも、こんばんは、NM です。さあ、今回はカルナバルガシャ第12弾を引いていきたいと思います。24区やってるんでね、そっちの方にも石を割きたいんで、引くかどうか迷ったんですけど、引きます。まあ今までずっとね、引いてきてるんで、飛ばすわけにはいかないですね。さあ、今回はタタラが出てきてるんですけど、裏にホウジさんがいるということでね、ホウジさんは別にいらないですね。まあ強いんですけど、いかんせん捜査官ということでね、僕に捜査官は向いてないんじゃないでしょうか。戦火拡大たたら、多分反射タイプはそんなに使わないんですけど、ちょっと待って、リーダースキル、自身は敵に与えるダメージプラス 100%、自身の接触攻撃時3ヒット以上でヒットごとにスキルターンマイナス1。なるほど、リーダー、リーダーな、リーダーとしてはどうなんだろうな。まあ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 、でも非常にねかっこいいんで、引いていきたいと思います。まあ、別にもう前回前々回と10連で UR を引いてきてるんでそろそろ引けなくてもいいですよっていうね、金地形に変えてもいいですしね、別に。というわけで引いていきたいと思います。まあ、単発を4回で6連1回で10連ですかね。まあ全部単発でもいいけどな。今回 SSR つくっけ、つかないんだったら、じゃあ SSR 確定だっけ、確定じゃないんだったら別にいいんだけど、全部単発でも。なんか前回単発で出たからさ、って言ったらなんか単発で引くと本当に SR 祭りになりそうで怖いんだよな。はい、ラスト単発。SSR すら来ねえ。あ、駒さんか。でもまあフル学生させてるしな。お、あ、 SSR 確定なんだ。まあ欲しいのは SSR プラス何いたっけな、ちょっと思い出せないですね。ということで、6連ラスト引いて終わりにしましょう。で、はい、2枚ね、犬とムカデ。というわけでお疲れ様でした。また次回の実況でお会いしましょう。24区頑張ってください。じゃあ。